こんにちは。こんにちは。はじめましはじめて。まして。あ、私の名前はりなこです。りなこ。はい、りなこです。はい。りなこと、呼んだらいいですか？あ、りながいいですね。はい。りりな。なの方が私は好きです。出ました。はさあ、い、りおな願いさん。します。はい。今どこにいますか？私は今、ホノルル、ハワイにいます。ハワイですか？そうなんですよ。ハワイは、もう、マンゴー、パイナップルがとても美味しい国でハワイには日本人の人がいるんですか？す。あ、たくさんいます。すごくたくさんいます。日本人がたくさん住んでいて、韓国人や中国人も住んでいます。はい。ハアワイジアに人。行ったことは、そうなんです。ハワイに行ったことはありますか？ありません。あ、ないんで、うん、来てください。いつか。ねえ、あ、そうなんだ。そう。でも、韓国語と中国語は、ちょっと難しいですね。リナ様、韓国はい。語と中国語はできますか？ちょっとだけできます。はい、私のお姉ちゃんが、中国に5年間住んでいたことがあったので、中国語を私も少しだけ話すことができます。でも、リナさんは中国に行ったことがありますか？あら。ごめんなさい。中国に、あ、ありますよ。2回行きました。北京と大連というところです。中国で、どんなものを食べましたか？ああ、私食べるのが大好きなんですよ。中国では、おっきな鶏肉、チキンを食べました。あとは、北京ダックですね。北京ダックを食べました。とっても美味しかったです。じはい。ゃあ、皆さんは今、ハワイに住んでますか？ハワイに住んでいます。中国は一昨年の夏に行きました。2年前そうですね。2年前に行きました。はい、楽しかったです。はい。韓国はまだ行ったことがないです。行っ伝じてみろうたさんい？は、ああ、行ってみたいです。はい。食べたい。いろんなものを食べたいです。犬を食べてみたいですか？嫌 です。私、犬を飼っているんですね。一匹だけ犬を飼っていて、パピヨンという犬の種類なんですけれども、もう、食べたくないですね。リナさんが飼っている犬は、はい。小さな犬ですか？すごく小さな犬です。うん、このくらいですね。はい。ハンドバッグに入りますか？入らないですね。私の犬も食べることが大好きですから、ちょっと太ってますね。リナさんが犬にチョコレートをあげたことがありますか？チョコレートはあげたことないですね。でも、ブロッコリーとか、人参とか、野菜をあげています。ああ、いいですね。はい、ヘルシーですね。それでも
犬は太っています。そうなんですよ。それでもいっぱい食べるので、はい。あげちゃいます。はい。エクササイズはしていますか？お散歩には行くんですけど、エクササイズは私もしないので、はい。エクササイズしようとは思うんですね。でも、うん、思うだけ。しない。そうですか。はい。ジムに行ったことがありますか？あ、一回私が高校生の時に体育の授業でジムに行ったことがあります。その時にダンベルを、重いダンベルを持って、あ、できないと思って、それで終わりです。その日一日だけです。じゃあ、はい、ね、外で歩くことはありますか？歩くことはあります。でも、私はいつもゆっくり歩きます。はい。でも、東京の人はすごく歩くのが早いですね。知ってますか？そうですね。はい、知ってます。とっても早い。うん。ほら、アリナさんは日本人ですが、うん、はい。日本人らしくないです。どういう意味ですか？あ、顔がですか？いえ、ね、まあ、英語もできますし、そうですね、ゆっくり歩く人ですね。はい、そうですね、ありがとうございます。はい、早く歩いたことはあります。でも、早く歩いていたら、石につまずいて転んだのであーと思って、はい、それからゆっくり歩きます。はい、スケートボードに乗ったりしますか？はい、いやー、スケートボードは私すごく好きなんですけど、でハワイの人はほとんどみんながスケートボードを使っています。でも、そうなんですか？そうなんです。私は、バランスがあまりないので、はい、乗れません。そうですか。乗りたいんですけどね。リナさんにはハワイ人の友達はいますか？はい、あ、たくさんいます。私は高校がハワイの高校だったので、ハワイの高校の友達と今でも遊びます、うん、いいですね。はい、とてもいいです。でも私はハワイに来た時は英語が全く話せなかったです。はい、あら、じゃあどうやってで英語ができるようになりましたか？もう勉強するのが私大嫌いなんですね、正直な話。本当。でも映画とか音楽、ダンスが私大好きで、ウェッウェッウェッ、だからその音楽は英語の音楽を聴いていました。それで、あ、なんて言ったんだろうって、後で見てみて、あーとか、映画も私大好きなんですね。だから、映画で、英語で、うん、何言ってるかわからないけど、日本語の字幕、サブタイトルで、あー、なるほど、なるほどって、そこからだんだん、はい、勉強して、英語を話せるようになりました。そういう方法もあるんですね。
そうなんです、はい、ただ本とか教科書だけではなくて YouTube とか映画、テレビ、音楽から学べます。うん、私も、はい、日本語はそうですね、学校と大学で学びましたけど、うん、はい、なんか自分で、うん、たくさん日本語を、聞くようになったら、日本語がもっと、ね、上手になりました。あ、いいですね。何年くらい日本語を学んでるんですか？勉強したんですか？うん、10年以上。すごい。日本語は難しいけど、学んで話せるようになると楽しいですよね。本当、そうですね。はい。はい。私一番好きな日本語のことは、丁寧な言い方とカジュアルな言い方がありますね。はい。うん、はい。うん、私たちは今、丁寧な言葉で話していますが、カジュアルだと、そうだよねー、食べようみたいな。はい、とても好きです、ね、はい。英語には、そういうことはないんですね。ないですね。ちょっとだけあるけれども、そんなに日本語ほどないですね。うん、ハワイの人って、何語を話しますか？あ、英語です。はい。英語で話します。でも、ハワイにはハワイ語というのもちょっとだけあって、例えば、カメ、海で泳ぐカメは、ホヌって言うんですね。ホヌ。はい。ちょっとかわいい。どうしてますか？それは結構有名ですね、ホヌ。あら。はい。とか、イカイカとか。もいろんな言葉があります。アローハとか言いますか？そうですね。アローハーって、こんにちはっていう意味ですね。アローハー、マハロー。ありがとうっていう意味ですね。マハロー、アローハー。はい、よく使います。じゃあリナさんはこれからもハワイに、住みたいんですか？難しい質問ですね。私ハワイは好きなんですけど、やっぱり日本も好きなんですね。寿司寿司美味しいし、ラーメンもうどんもオムライスも好きですから、はい、でもハワイの天気が好きです。いつも晴れで暖かいですね。はい。じゃあハワイには日本の食べ物はあまりありませんか？はい、あります。日本みたいに美味しいお寿司屋さんっていうのは少ないですね。でも日本料理、やっぱりさっきも言ったように日本人とかアジアの人が多いので、アジアの食べ物屋さん、ラーメン屋さんだったりお寿司屋さんだったり、はい、そんなお店が多いですね。はい、よく行きます。はい大好きです、はい、うん、ね、アメリカの、ね、ハンバーガーとか、ね、そういうものを食べる時がありますか？もちろん。何を言ってるんですか。もう大好きですよ私。ハンバーガー、すごく大きいハンバーガーがあって、一口で食べられないんですね。すごく美味しいハンバーガーとか、はい、フライドポテトとかあります。美味しい、大好きです。これは、うん、質
してますか？何ですか？ケンタッキーのものです。ケンタッキー大好き。これは美味しいですね。はい。パンじゃないですよ。ここ。え？フライドチキンなんです。そうなんですか？チキン食べてみたい。食べてみたいです。食べたことないです、私。はい。食べてみたい。美味しそう。はい、でも、やっぱりね、はい、こんなものをいつも食べていると、うん、はい、太ってしまいますよ。ですよね。私でも、私の食生活を見せたいです。私、1日に4回、5回食べるのが当たり前です。はい、とてもたくさん食べます。はい、あら大好きな野菜を。野菜は野菜たまに食べます。はい、うん、好きですよ、野菜は。でもやっぱり、お肉ですよね。うん、お肉です。うん、はい。なんかで、どうぞ。あ、私あの料理がとっても大好きなんですね。はい。うん、自分で食べたい料理をはい、あ、作って、あ、美味しくできたら写真を撮って。日本人は必ず写真を撮りますね。はい、写真を撮って、でそれから、うん、食べます。写真を Facebook にアップしますか？それはしないんですけど、ただ後から、あ、こういう食べ物を作ったとか、こういう料理したって 見返すのが好きですね、はい。昨日はエビチリと麻婆豆腐と野菜もやし炒めを作りました。美味しそう。そう、中華料理大好きです、私。中華料理が好きですか？中華料理は、ちょっとね、油が、うん、私は。それがいいんですよ。あ、そう？もちろん、もちろん。あの、お肉の、油の部分、いやいやいや、私大好きです。油と一緒に寝たいです。何言ってるんだろう。一緒に寝たい。そのくらい好きです。お肉の油が大好きです。はい、はい、ですね。でも一番はやっぱり日本料理が好きですね。お寿司とか、うん、ラーメンとか。ラーメンは日本料理じゃないですね。じゃない。はい、お寿司とか。あ、茶碗蒸しって知ってますか？茶碗蒸し。知りません。あの、もうほぼお寿司屋さん、日本のお寿司屋さんに必ずある、こう、温かい豆腐みたいな、美味しい、おいしい、なんて言うんだろう。これですか？あ、そうです、そうです、そうです。すっごくおいしい。なんかスープみたいですけど。そう。え、豆腐？豆腐でもないんですね。卵なんですね。卵と、卵と豆腐の間みたいな。とってもおいしいです。私の大好物です。大好物。大好物です。大好きです。はい。美味しいです。ぜひ食べてみてください。はい。食べてみます。はい。あの、皆さん、はい、ご飯を食べることが、多いですか？それとも友達とよく食べますか？基本は一人で食べることが多いですね。でも、友達と一緒に食べたり、あの、私が料理が好きなので、みんなが、ああ、
リナの家に行っていいってよく聞かれます。はい、いいよいいよって、はい。だからみんなでホームパーティーみたいな感じで食べる時も多いです。でも飲みますか？アルコールですか？はい、アルコール。飲みます。一人でお酒を飲むことがありますか？あ、それはないですね。はい。一人で飲むのは寂しいとか悲しいっていうわけではなくて、危ないんですね。はい。とても危ない。私、酔っ払うと、ウィーってなるんですね。はい。多分、知らない人とかと一緒に、ヤッホーって言っちゃうんですね。とても。じゃあ、皆さんは、はい、酔っ払うと、嬉しくなりますか？ハッピーパーソンですよ。もう。とても嬉しくなります、はい、ダンスをしたくなりますか？もちろんダンス、歌う、踊る、もう何でも、はい、何でもしますよ、はい、だから飲むときは家で飲みます。レストランとか外で飲むと一回だけ飲んだんですよ。で飲んでイエーイってなってからエレベーターのじゃあ帰ろうってリナ帰ろうってオッケーって言ってエレベーターのドアウィンってオープンしてから誰もいないのにあー元気って言ってるんですね誰もいないでしょってもう怖いです。何かが見えるんですね、多分怖い。飲んだのはお酒ですか？そうですね。あ、違います。ビールを一杯と、うん、ルーハイを飲んだんですね。はい、うん、それだけです。2杯だけでハローってなりますね。はい恥ずかしかったでしょうちょっとだけ恥ずかしかったです。はい、うん、でも大丈夫ですベジローさんは飲みますか？お酒は、普段飲みませんけど、うん、日本に行った時はやっぱり周りの人もみんなお酒を飲んでいたから、うん、自分もそうなりました、うん、そうですね飲みますね。お付き合いで飲むことが多いですね。わかります。はい。でも日本のお酒は好きですか？あ、ビールですか？ビールとか日本酒ですね。日本酒。ああ、日本酒はその酒。あったかいのもありますよね。はい、熱燗って言います。熱燗、美味しいね。飲んだことないですけど美味しそうだね高そう、はい、高そう。そうです、高いと思います。はい、うん、はい、なるほど。ああ、温泉は行きましたか？温泉、あ、はい、そうですね、行ったことがあります。もちろん好きですか？いい、ちょっと好きじゃないんですね。お湯が、うん、お湯がちょっと熱すぎて、ああ、うん、熱すぎた。なるほど。外の温泉でしたか？それとも中の温泉でしたか？なんか外のところも中のところもありました。うん、ああ、はい。外の温泉、露天風呂って言うんですね。はい。露天風呂は。もう天国ですね。でも天国、天国の扉ペーって、もう大好きです私。はい。時々ハワイには？あ、ないんですよ。もちろんハワイ暑いですから温泉がないですね。はい。でも一つだけ温泉じゃないんですけど、こう自然に
温かい水が出てくるスポットはあります。はい、行ったことないです。え、じゃあハワイ暑いんですね。もちろんです。はい、とても暑いです。毎日この服を、こんな服を着てますか？もちろんです。これでも暑いですね。それ嘘ですね。はい、でも本当に今でもビーチに行けます。んー、はい、もちろん。さあ、リナさん、お仕事は何をしていますか？はい、あ、私ですか？私は今、お仕事っていうお仕事はまだしてないんですね。はい、あのキャビンアテンダントになりたくて、キャビンアテンダント専門の学校に行っています。あらあら、キャビンアテンダント。はい、そうなんです。はい、フライトアテンダントでも言いますね。はい、そうそうそう、うん。すごく楽しそうですね。その飛行機。フライトアテンダント。そう、飛行機です。もう大好きで飛行機が。はい、怖くないですか？全然怖くないです。はい、もう大好きです。はい、あの人を、例えば私、一つっていうか、同じ時間に2個、3個、4個同じ、違うことをするのが好きなんですね。例えば、マルチタスク。そう、そうなんです。はい。大好きなんです。こういうふうに話しているときに、あ、あの人が、って咳したから、多分暖かいブランケットが必要。あ、あの人水が欲しい。あ、あの人スリッパが欲しい。とか、見るのが大好きなんですね。はい。だから、なんかいいキャビンアテンダントになりそうです。なります。頑張ります。はい。え、じゃあ今日本語も教えてるんですね。はい、そうですね。あの日本語を教えているあの仕事もしていて、それは私とても大好きです。とっても大好きです。はい。日本語はとても難しい言葉って分かっているので、私が、はい、うん、英語も話せるし、日本語も話せるから、こう、比較をできるんですね。はい。比べられるんです。それで、やっぱり日本語が難しいなって分かるので、もう教えてるときは、頑張ってって思います。リナさんの生徒たちには、はい。変な生徒、いますか？あんまり、生徒のことは言いたくないですけど、あのいるかいないかって言われたらいますね。はい、います、やっぱりいます。ちょっとびっくりなこともありますね。はい、こう普通に私が教えているときに暑いって言っていきなり服を脱ぐとかありますよ。ウォーってなります。はい。ウォーウォーってなります。はい。だから、変な人がいるかって言われたら、います。はい。あら、私の生徒にはまだそういう人いないですね。いやー、もちろん、もちろん。はい。服を脱ぐ人？服を脱いで、うん、こう、見せたいんだろうな。多分見せたい人なんでしょうね。俺こんなに筋肉あるよ、ベイベーみたいな。OK ってなります。OK、うん、次みたいな。はい、びっくりですね。みんな多分日本語は難しいのですごく頑張ってると思います。はい、日本語を勉強しよう、はい、というのは。あの、はい、どうしてだと思いますか、リナさん。やっぱり日本語って響きというか、こう聞いていてこう心地がいい
というか、なんて言ったらいいんだろう。例えば、いや、悪く言ってる、悪口じゃないですよ。でも、中国語とか、なんだろう、韓国語ってこう、まあ、しゃ、まあ、しょんはしゃ、まあ、やばいしゃ、みたいな、こう、私が中国語話せないから、おおってなるけれども、日本語はさっきも言ったポライトとか、こう、丁寧な言葉遣いとカジュアルな言葉遣いがあるので、うん、それが多分みんな、おーってなるのかな。あとはアニメですよね。アニメ。あまあ確かに、ね、日本語は、うん、はい、音が綺麗。そうですね、そうですね、とか、はい。はい、音が綺麗。あとは、英語にはない、あの、触った時とか、見た感じの音を言葉にできますね。ふわふわとか、カリカリとか、うん、プチプチ、いくらプチプチとか、それがありますね。英語ではないですね。そうですね。英語ネイティブの方にとっては、そういう言葉はちょっと覚えにくいかな、はい、うん、そうですよね。はい。ふわふわは、フラッフィーって覚えてます。ふわふわフラッフィーね。そんな感じです、はい。皆さんの犬はふわふわしてる犬ですか？いや、もちろんです。もうふわふわマックスですよ。もうふわ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 。夏は暑いですね、はい、うん、でも冬はもうずっと一緒に寝てます。あら、はい、もちろんかわいいです、はい、犬を飼っていますか？私は飼ってませんけど、うん、飼いたいですね。ですね。犬と猫どっちが好きですか？どっちも好きなんですけど、猫はアレルギーがあって、はいはい、あら、うん、近くに来ると、なんか息がちょっと辛くなります。あ、それは大変ですね。あ、そっか、うん。でも、はい、私もどちらも好きです。はい、うんうん、でも、動物で一番好きなのは、ペンギンです。もう、かわいい。本当にかわいい。もう、うん、食べたいぐらい可愛いです、ペンギン。リナさんの、はい、歩き方がペンギンみたいですか？いや、違います。ペンギンちょっと早いですね。ペン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 って早いですね。私は遅い。ちょっとゆっくり。ゾウみたいですね。はい。だから、ね、はい、大丈夫です、はい、うん、何が一番好きですか、動物で。動物はそうね、うん、リス。おー、リス。ああ、なるほど。小さくて賢い、ね、賢い、そうそうそう、知っています。なるほど、そっか、はい。動物といえば、私、犬を飼っているんですけれども、犬の他に、もちろん、ペンギンも飼いたいし、あの、アヒルも飼いたいんですね。はい。アヒルとか、うん、なんだろう。ワニとか飼いたいですね。ワニ。何ですか？ワニ。はい、そう、うん。危ないと思いますよ。危ないかな。うん、でも、虎とか、ライオンとか飼いたいですね。はい。中国の人は、はい、虎を食べるんですかね？え？本当に？違いますか？なんか、虎を、うん、殺して、トラのパーツを何かに使うと聞きましたね。は、はい、あのバッグとか毛皮のコートですね。はい、毛皮のコート、もう嫌です、本当に。もう嫌です。はい、ちょっ
ちょっとこの話はやめましょう。トラがかわいそうです。トラのアスコを食べることもあるって聞きましたけど。臭そうですね。ねえ、あ、そう。でも、もしかしたら美味しいかもしれませんね。美味しいからじゃなくて、なんか食べると、うん、自分も、うんうん、元気になるとか、あ、そう思ってる。なるほどね。あ、なるほど。はい。だから、まあ、いろんな料理がありそうですね。はい。食べ物。食べ物で一番好きなのって何ですか？私はお米です。お米。おいしいよね。普通に。おにぎりとか。まあね、そうです、ね。おいしい。わかりますよ。はい。私はチーズですね。とか納豆。もう大好き納豆。みんな嫌いでしょ？ほとんどの私の生徒は、納豆って言うんですけど、もう大好き。食感が嫌ですよ。食感？味よりも。食感が、うん。スライミー、ネバネバしているですね。はい、ね。美味しいよ。納豆だけで食べると、多分ダメ。納豆とご飯とか、納豆味噌汁、納豆にカレーとか、もう大好きです。全部納豆です。納豆とチーズを混ぜたことはありますか？ありますよ、ありますよ。もういい質問ですね。トーストの上にマヨネーズを塗って、で、チーズをかけて、その上から納豆です。はい。私、もう何枚でも食べられます。美味しいです。納豆は。はい。いつかリナさんが自分のレストランを作ると思いますか？いや、作れるかな。作れたらいいですね。ね、納豆屋さん。みんな来ないですね。じゃあ納豆は好きですか？納豆はあまり食べないんですね。ほら、もうほとんど納豆はね、好きじゃない人が多いですね。でも日本、リナさん、はい、うん、どうぞ。あ、何ですか？なんかこの後、はい、どんなことをするかちょっと私ですか？聞きたかったです、うん、はい、今日はこれからもう一つレッスンがあるんですけれども、日本語を教えてから次に私のおじさんと私のいとこが来るので、うん、はい、一緒にレストランに行きます。レストランに行きますか？楽しみ。それがですね、おじさんがとても優しい人なので、リナが決めていいよって言ったんですね。私、決められなくて、もう韓国料理、中国料理、日本料理、アメリカン料理、イタリアン料理、フランス料理、いっぱいあるでしょ？ Oh no! と思って。何を食べたらいいかな？フュージョン料理。お、何ですか？例えば日本の、うん、ものとフランスのものを、うんうん、ミックスして何か新しいものを作る料理なんですよ。おー、知らなかった。へえ、うん。でも今日は韓国料理の気分です。はい。だから多分韓国料理を食べます。はい、ビビンバが美味しいですね。ビビンバ。大好き。ビンバ。キムチとね。はい。リナさんは、とっても。はい。北朝鮮？はいはいはい。行ってみたいですか？いつか。
ちょっと北朝鮮のイメージはいいとは言えないですね。はい、あのミサイルとか多分私行ったら死ぬんじゃないかなって思うぐらいちょっと怖いですね、はい、なんか北朝鮮と日本の関係は、はい、うんうん、あまり良くなさそうですね。そうなんですよ。だって北朝鮮はもう何回目だろう、もう何回も日本にミサイルをプーンって送ってるんですよそう、ね、怖いですね。すごく怖いです。はい、だから北朝鮮は行きたいと思いませんはい、でも私、うん、行ってみたい国ってありますか？そう、それを言おうと思ったんですよ私行ってみたい国ランキングベスト3ですね。3位は、うん、ブラジル。踊れる、ダンスが好きだからブラジルですね。で第2位がフランス。いいですね、フランス、はい。で第1位がイタリアかな、やっぱり、うん、イタリアはチーズとかもう料理が美味しいですね、とっても。だから行きたいです。でもドイツも行ってみたいです。ドイツ。うん、あのソーセージ大好き私とか、ビールがお水よりも安いんですって知って、本当ですか？知ってました？はい。知らなかったです。私の生徒にドイツの人が3人いるんですけど、はい。水よりもビールの方が安いよって。そうなの？びっくりしました。はい、うん、行きたいです。はい。今日もビール飲みますか？毎日飲みません。毎日ウェーイだったらもう大変な人生ですね。なので飲みません。でも今日は土曜日ですね。違う、日曜日ですね。違います。え？あ、ハワイでは？そう、ハワイでは日曜日です。あ、日曜日ね。はい、はい、私はオーストラリアにいますよ。おお。月曜日です。グイギャー、ギャー。月曜日か。ああ、なるほど、はい。そっか。オーストラリア。ああ。そうです。暑いですか？まあ私はもう慣れています。うん、ああ、うん、慣れましたか。うんうんうん、なるほど。オーストラリアいいですね。行ってみたいですよ、オーストラリアも。はい。オーストラリアで有名な食べ物って何かありますか？あ、ミートパイ？あ、ミートパイね、知ってます。あの、ミートのパイなんかいろいろな動物のパーツが入っていて、はい、うん、美味しいですね。おー、チーズは入っていますか？あー、チーズが入ってるのもあります。おー、わーい、食べたーい。なるほど、ミートパイ。リナさん、はい、あのベジタリアン料理とか食べたことありますか？ないです。食べようと思いませんか？思いません。思いません。はい。もうサラダは好きですよ。なんか私嫌いみたいな人なんですみたいに見えますけど、好きですサラダ。でも、うん、サラダだけとか何々だけっていうのはちょっと私我慢できないですね。まあ、ベジタリアン料理には、はい、あの、はい、いろいろなものありますよ。パイとかね。パイ、豆。サラダだけじゃないですね。そっか。うん、はい、やっぱりベジタリアン、そう、日本人はアメリカに比べてベジタリアンが
少ないですね。とても少ないです。やっぱり寿司を食べたりしますからね。はい。なんか肉好きな人が日本には多い気がします。そうですね。やっぱり日本のお肉も美味しいし、あの焼肉レストランが結構多いんですね。だから多分みんな肉肉って食べます。大好きです。はい。ちょっと話が変わりますけど。あ、はい、どうぞ。友達には、はい、じゃ女の友達が多いんですか？はい、男の友達はあのどれぐらいですかね？女の友達もいます。男の友達もいます。はい、どちらも同じくらいですね。はい、でも男の友達も私は好きですね。あの例えば男の人の気持ちを知りたいときに話せますね。はい。とか、ね、男の人と女の人は、はい、やっぱり、うん、違いますよね。そうですね。はい。でも私がすごくトンボーイというか男の子っぽい性格なんですね。はい。なので、多分、うん、そんなに私は、うん、構わないですね。はい、関係ないですよ。うん、友達だったら、OK。うん、だから関係ないです。はい。うんうんうん。女の友達はやっぱりでも、なんかこう落ち着きますね、心が。私も女の子なので、はい、うん、ちょっと落ち着きます。そうね。はい、そうなんです。わあ、お腹すきました。お腹すきました。ね、お腹すきました。食べ物の話をしたから多分。なんかね、レッスンでは食べ物の話が必ず出てくるんですね。そうなんです。私も大好きなので。私のほとんどの生徒は、あのもう食べ物の話をしてくれるし、食べ物はい、いつも聞くんです、何食べたって。だから私が聞く前にもう私の生徒が今日は何々食べたよって教えてくれます。はい、はい、大好きです、食べること本当に大好きです。はい、さあリナさんは、はい、じゃあ将来、ね、はい、どこに住んでいるか分かりませんね。そうですね。でも、どこに住みたいということは、そんなにないんですけども、ただ美味しいものが食べられるところであればどこでもいいです。あのなんか森に行ってサバイバルみたいな、なんか虫を食べるみたいな、ウォーみたいな、そんなのじゃなければどこでもいいです、私。ね、はい、将来は、たくさん子供を作って一緒に納豆とチーズを食べますか？もちろんです、もちろん。はい、あの納豆を一番最初に食べさせたいですね。あ、嘘ですね。嘘ですね。それ無理ですね。そうそうそう。子供に納豆を食べさせたいんです。はい、食べさせたいですよ。うにゃー、納豆。ちょっとおかしいですね。病院で。うにゃー、納豆。はい。でも、私の子供も多分納豆が大好きになると思いますよ。はい。でも私あのピーマンが嫌いなんですね。あ、ピーマンね。もうなんか、全部です。何？味も匂いも食感も見た目も色もなんかその形もなんか
存在がもう食べ物じゃない、もうあれ食べ物じゃない、うん、だから多分私の子供もピーマンは嫌いになる。そうね、だいたい子供が親みたいになってしまいますね。そうですね、そうなんですよ、はい、だから、うん、何か嫌いな食べ物はありますか？私ですか？はい、まあ、私ね、お肉は食べないんですよ。そうなんですか？あ、ええ、私ベジタリアンのことなんかひどいことを言っていたっけ？言ってない。今びっくりしました、ちょっと。はい、あ、そうなんだ。あ、魚も食べないんですか？うん、シーフードも食べないんです。おー。一応、魚も動物の一つですからね。うん、ですよね。はい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 。おー、いつからですか？もう、4、5年前からかな。あー、4、5年前から。わー。でも、たまーに食べたくなりませんか？なりませんね。おー。なんか、はい。お米がメインなので、それさえあれば、うーん、お米ね、はい、いいですね、はい、おにぎりの中で具材で何が一番好きですか？あー、なんだっけ、わかめかな。あー、昆布かな。うん、あの、私も大好き、あの、明太子が私一番好き。明太子、なんか、うん、魚の卵かな。そうです、そうです、ちょっと辛いですね、うん、はい、もの美味しい、はい、とか、うん、エビマヨとかありますよ、日本には。美味、うんうん、しいよね。あ、でもエビダメだ。あ、ちょっと待って、うん、あ、梅が好きですか？梅干し。梅は、うん、ちょっと嫌ですね、うん、あ、私もあんまり梅干しは、うん、OK ってなる。うん、甘いもの、はい、甘いものがいいですね。甘いもの、なるほど、美味しいですね、うん、でも私甘いものはあんまり得意じゃないですね。いいですねって言ってるのにね。得意じゃないですね、はい、ショートケーキとかチョコレートケーキは食べられるけどあまり好きではないですね。1年に1回ぐらいでいいです、はい、そんな感じですね。あー、もうお腹すきました。ね、じゃあ今度ね、はい、これをまたやりたいときに、はい、食べ物以外に話しましょうね。もちろんスポーツのこととか音楽のこととか、はい、食べ物のこともちょっと話しましょう。ね、はい、でも今回はちょっと食べ物の話がメインになりましたね。うん、そうですね。はい、あ、なるほど。じゃあ、うん、ベジタリアン、あ、じゃあビーンズとかも豆とかも食べますか？よく。あ、たまには食べますね。あー、なるほど、うん、豆は私も好きですよ、ね、でも、うん、やっぱりアジア料理がベストかな、はい、ベジタリアンには。分かる、豆腐、うん、そう、うん、まあ、あと炒め物。あー、炒め物おいしいね。おいしい、おいしい、分かる。あの、野菜だけの餃子ってあるんですよ。あー、知ってます。うん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 、大、おいしい、すごくおいしい。
ああ、そうなんだ。はい。だから、このレッスンの後に多分食べます。何か作ります。変な話なんですけど、リナはい。さんがロボットになれるとしたら、はい。なると思いますか？なれると思いませんね はい。ロボットは頭が良くて、何でもできますね。でも、フィーリングっていうか、その感情があまりないですね。だから、笑ったりとか、ロボットって笑うんですか？ みたいな。笑うロボットも最近 怖い。できたみたいですね。おお、なるほど。ね。とか、涙を流すとか、そういうことをね、やっぱり人間ですから。はい。あとね、ロボットはご飯を食べることはありませんね。そう。充電ですね。充電。嫌だ、嫌そだ、れ。嫌だ、嫌だ。はい。なりたくないです。でも、トイレに行くこともなくなりますよ。トイレはもう慣れました。なんかトあ、イレ慣れまがした？めんどくさいって思わないですね。もう当たり前のことですね。はい。トイレね。トイレ使っているときに iPhone をチェックしたりしますか？トイレ。汚いです。嫌です。しません。特に私、もう、前はしてたんですね。で、それで2回携帯をなくしてるんですね。わかりますか？トイレに座って、トイレットペーパーがある、この棚に、て置くんですね。で、そのまんま、ウィーって出ちゃうんですね。だから、忘れています。よく携帯をもう、携帯これ7代目、6代目、何回も変えてます。なくすんです、私。あららら。一回、バカって呼んでいいですよ。本当にバカだったのは、ジェットコースターに乗ったんですね。で、大好きなんです、私、ジェットコースターが。で、ジェットコースターに乗ってて、ビデオを撮ろう。と思って、イエーイってしてるときに、カチ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 イエーイってやってるときに、いきなり、グインって曲がって、ボンって、携帯が隠しました。落ちました、ジェットコースターから。それから私のテンション、もうテンションが落ちますよ。ジェットコースターが落ちるんじゃなくて。はい。もう、イエーイみたいな。大変ですね。大変でした。大変でした。本当に大変です。とか、ポケットの後ろにこう、ジーンズの後ろに、ピッて入れとく癖があるんですね。なので、それでなんかこう、男の人が、私のお尻を触ったと思って、と思ったの。なんか変な人って思ったら、お尻を触ったんじゃなくて、携帯をさ、もう取ったんですね。盗まれで、ました。盗まれましたよ、もう。だから。今は大丈夫です。てくださいね。気をつけます。ありがとうございます。でさあ。は、いっぱい話しましたね。ね、よく話してくれました。ありがとうございます。また機会があれば、ね、お話ししましょう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。